ダダーン、N子だよ。今週も始まりましたザ・N子ショー。まだ配信はされていないんですけど、この前週末のワルキューレっていう作品を見て、神 VS 人間っていうワクワクする設定と個性豊かなキャラクターたちが誇りをかけてバトルをするのがとにかく熱くて面白かったんです。皆さんに見てもらえる日が待ち遠しいです。それでは今週もいろんな情報をお届けします。ザ・N子ショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。今週のテーマはこちら。落ち込んだ時に見たい映画3選。この作品を見たら元気が出る、やる気が出るという映画を選びました。それでは紹介していきましょう。まずはこちら、ペンギンハイウェイ。こちらの作品は泣きたい私は猫をかぶると同じスタジオコロリドさんが制作したアニメ映画です。この作品は心の中のモヤモヤやドロドロといった自分の汚い感情を浄化してくれるような作品となっています。そしてもうとにかくキャラクターたちやペンギンがすごく可愛くて癒されるので、心の中に晴れ間ができるようなアニメです。ぜひ見てください。続いてはバイオレットエヴァーガーデン外伝。こちらの作品は主人公バイオレットと外出を頼む依頼主との関係や依頼主の姉妹の絆に本当に心が温まり、感動して泣けて、最後はニヤーってなります。なので見終わった後はあー癒されたなとか、綺麗なエンターテインメントを見たなっていうような気持ちになる映画です。ぜひ見てください。そして最後はこちら、ミュウツーの逆襲エボリューション。今までご紹介した映画とは全然系統が違う作品だと思うんですが、私はポケモンドンピシャ世代なので、このミュウツーの逆襲はもう大大大好きです。このエボリューションは 3DCG で作られた作品なんですが、自分のノスタルジックな子どもの頃の思い出がよみがえりつつ、改めて 3DCG という現代の技術で見れるミュウツーの逆襲がすごくいいなと思いました。また約21年ぶりにミュウツー役を演じられた市村正親さんの演技や、エンディング曲を歌う小林幸子さんの歌声が全然衰えていないところも、自分が好きだった要素が全てパワーアップされたと感じられて、まさにタイトルの通りエボリューションでした。私にとってとっても元気が出る作品です。今日ご紹介した作品はどれも見終わった後に、明日からまた頑張ろうって気持ちになるので、ぜひ見てください。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。アニキュー。アニキューはアニメに関するクイズを見ている皆さんと一緒に考えて答えるコーナーです。たくさんのアニメを見てきた私や皆さんなら簡単に答えが分かっちゃうかもしれませんが、一緒に挑戦してもらえたら嬉しいです。それでは早速問題。次の京都アニメーションが制作したアニメを放映の年月日が古い順に並べ替えてください。 A. けいおん B. フリー C. たまこマーケット D. 小林さんちのメイドラゴン E. バイオレットエヴァーガーデン。けいおんは結構昔な気がしますね。バイオレットエヴァーガーデンが一番最新と、あとは間を埋めるっていう感じですね。フリーかたまこマーケットかどっちが先かなーって思うんですけど、フリーは結構長い間続いているので、フリーは結構前な気がします。なのでけいおん、フリー、たまこマーケット、小林さんちのメイドラゴン、バイオレットエヴァーガーデン、 ABCDE のこの順でいきたいと思います。じゃあ C と B が入れ替わってたんですね。5問中3問正解たまこマーケットそんなに前だったんですね。なるほど。いやー、これはちょっとクイズの答えが絶対 ABCDE って綺麗に並んでるわけがないと思うべきでした。皆さんは分かりましたか？また次回のアニキューも一緒に挑戦しましょう。以上、アニキューでした。 N 子に質問コーナー。今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら。好きな本は？正直本より漫画が好きな羊なんですけど、今読み途中の本は「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」ですね。原作もしっかり堪能していきたいなと思っています。次はこちら。得意な料理は？私は結構忙しい OL 羊なので、得意の料理といえば鍋。野菜を切って鍋に入れるだけなので、リモートワークしながらでも簡単にできる料理でよく作っています。次はこちら。海派？山派？海か山の2択でしたら、私は海の方が好きです。こういう色白の見た目な私なんですけど、海が大好きで太陽も大好きな羊です。真っ黒な羊じゃないのが不思議ですね。あと泳いだり海辺でリラックスするのも好きですし、砂のお城を作るとかトンネルを作るとか、そういうのも好きです。もっぱら海派です。最後の質問。ゲーム好き？ゲームは小さい時からすっごく好きです。小さい頃はもちろんポケモンとかゲームボーイとかで遊べるようなゲームをたくさんしていました。なんですけど、私は厳しい環境で育ったので、携帯ゲーム機は買ってもらえても、いわゆる PS なんちゃらといった据え置き型のものは買ってもらえなかったんですよ。そういうのは自分で買えるようになってからしか持っていないんです。最近だと PS4 を買いました。ただ有料ゲームはまだ買っていなくて、基本無料でできる Apex Legends っていうオンラインゲームをしています。このゲームをシンガポールの友達と通話をしながら一緒に遊んだりすることが多いです。そのシンガポールの友達も以前は仕事の関係で東京に住んでいた同じネトフリの社員なんですけど、今はシンガポールに戻っちゃったので、オンラインで一緒に遊べることで会えない寂しさは紛れているかなって思います。ご覧になっている皆さんからの質問もお待ちしてます。お気軽に質問してください。以上、 N 子に質問コーナーでした。ザ・ N 子ショー、本日もお別れの時間となってしまいました。今回のアニキュークイズは絶対正解していたと思うんですけど、惜しかったですね。5つ中3つは正解できたので、もうほぼ正解と言ってもいいんじゃないでしょうか。次回こそパーフェクト正解をしたいと思います。それでは次回もお会いしましょう。またねー。